新潟県新潟市を拠点に活動している社会人サッカークラブ。チーム名のジャミネーロはジャミというニックネームの青年が草サッカーの試合で同じミスを繰り返し連発し、チームは敗戦。試合後、一人泣き濡れる姿にチームメイトが感銘を受け、これは本格的にサッカーをやらねばと決意。せっかくなら南米スタイルを目指そうと。 いかにもブラジルっぽい響きのクルゼロ EC と合わせ、ジャミネーロと命名。北信越フットボールリーグ2部に所属する。アルビレックス新潟の J1 昇格に枠く2003年秋に、アルビレックス新潟のサポーターを中心。2004年から新潟県リーグ4部に登録。リーグ参戦初年度は、大敗が続き一勝しかできず、最下位であった。この成績をもって、 監督の篠崎徹は1シーズンで解任。翌年、クラブ発足時から部長、平成国際部長を歴任してきた小野直樹が監督に就任した。2005年は再開を脱出したものの、わずか2勝に止まり、責任を取る形で小野は辞任。2006年シーズンは浅妻真がプレイングマネージャーとして監督に就任した。浅妻はトレーニングの改善や、 選手補強に手腕を発揮し、チームを4位に躍進させる。以後、2007年新潟県リーグ4部への2位となり3部、A に昇格。2008年には2部昇格。2009年に1部昇格と毎年昇格を重ねた。2010年には、新潟県リーグ1部で優勝を決め、北新越サッカー県リーグ決勝大会に、進出、2位の成績で、 北信越フットボールリーグへの昇格を果たした。しかし、北信越の壁は高く、2011年はわずかに勝2、終わり1年での降格となった。県リーグ一部への出戻りシーズンとなった2012年は、序盤2試合で、勝ち点2と定調なスタートとなった。しかしもはや伝統といえるポゼッションスタイルに、新戦力も徐々にフィット。後半の失速。 失点は相変わらずであったが、それをしのぐ、ゲーム内容を見せ怒涛の4連勝で首位に立つ。最終節は、まさかのラストプレーで、ミスから期待通りに失点。相変わらずの勝負弱さを露呈したが、得失点差で渋く優勝を手にした。ただし、あまりに渋い優勝のため、縮小会は中止になった。結成10年目となった2013年シーズンは、 かねてからの課題であった高ゲーム中での連続失点癖を改善するべく、東京都国体選手の経験もある GK 勝部脇の補強に成功。すると飛躍的に守備が強化され、2013年シーズンの総失点数は同リーグ2位の実績を残す。AS ジャミネエロイコール守備に難点のあるチームと認識していた周囲のチームは、もはや守備のチームと化した AS。 ジャミネーロに度肝を抜かれる形となった。内容に結果がついてくる形でシーズンを戦い6勝2分6敗で4位となり、過去最高成績で北信越リーグ2部に残留した。もともとアルビレックスのサポーターが中心となって結成されたチームであるが、その後現役を引退し、新潟に戻ってきた元アルビレックス選手が所属するなど、アルビレックス新潟とサポーターを結ぶ。 立ち位置を持つチームであると同時に、小町のカフェなど、それまでサッカーに、全く興味のない人をも巻き込んだサブカルチャーの香り、漂うチームである。所属選手も、元 J リーガーから、元アルビレオ新潟、元野球部、市議会議員、芸人、アルビレックスのコールリーダーまで多種多彩。2016年結成者年度にあたる2004年は、秋口まで、 オリジナル T シャツでの参戦であったが秋口にようやくアスレカのファーストユニフォームが届く。しかし県リーグ等の正規のリーグレギュレーションを理解しないまま作ったユニフォームであったため、緑から白のストライプという禁断のカラーであった。2008年よりセカンドユニを導入。横島ストライプという当時としては珍しいデザインだが、このユニフォームは2005年まで。 新潟県一部リーグに所属していた FC ジェロスのユニフォームを譲り受けたものであった。2011年より諸問題をクリアすべく現在のメインカラーとなっているジャミネーログリーンの配色にチェンジ。2014年よりジョマが正式にユニフォームサプライヤーとなり、北信越2部にしてユニフォーム提供を受けることになった。胸スポンサーは東京のプロモーション事務所である A ヤードが 背中スポンサーには、カルベ新旧接骨院とフットサル専門店のクオートが入った。またチームエンブレムも刷新されている。ジャミネーロ新ユニフォーム発表会委員長のカルベ斗司夫は、ジャミネーロのスポーツトレーナー兼メディカルスタッフでもある。その治療スタイルからアミバと呼ばれ、地域住民に親しまれている。少林寺憲法全国大会に3度出場。店長は、 新潟サッカー界の気候師として名高い堀川高安。法人化前のアルビレを新潟に在籍していた。現在はジャミネーロに在籍している。クアルト自体はフットサルショップでフットサルチームカベラ新潟 F3 をサポートしているが、チームメンバー同士の交流が深いこともあり、サッカーチームとしては AS、ジャミネーロをサポートしている。チーム結成初年度より、 ウルトラ JB と呼ばれる熱狂的サポーターが応援に駆けつけ熱いサポートを送ってきた。JB とはジャミネーロボーイの略。サポーターグループとして有名な裏はボーイズと異なり単数形である。理由は一人だからとのこと。近年は出没回数も減ってきてはいるものの、クラブ史上最高の大一番となった北進越チャレンジリーグの最終戦では、 ガラガラのバックスタンド芝布石を自由自在に走り回るなどアウェー長野の地で熱狂的なサポートを披露。見事チームを地域リーグ昇格に導いた。でも、その段階でもやっぱり単数であった。ありがとうございます。